はい、どうも、原住太郎です。というわけでですね、今回はなんと今、お前悪っ、悪っ、お前楽しみやねんって。いや、楽しみやね、今日は休暇今日は楽しみよ、休暇。はい、というわけで今からですね、今同期と集まるんですけど、一旦彼らが東京から大阪に着いてるはずなんで、今から探しに行きたいと思います。よし、いました、謎あるフィリピン出身のアジア顔、現地人とよく間違われることがあります。いくよ、3、2、1、ゴー。さあ、今電源が行きました。いや、そうですよ、結構大変なんあれ、あれ、ちょっと待って、見たことある人や、あ、出た、ぽいなあれ。さあ、来ました、入場シーン。島田秀明、26歳、ビーチパンピング早さやお前らにはこれから地獄を味わってもらう。島田やな。はい、はい、ということで、はい、24時間高速道路生活。まあ、今からですね、あの君たちには、24時間高速道路の上だけで生活していただきますと。まあまあまあ、現在新大阪駅ね、ちなみに、はい、現在新大阪駅、一回乗ったら終わり。この企画の経緯はですね、はい、まあ、コロナが最近流行っているということで、あ、まあ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 あんまりだから楽しんでるところを見せたらはいけないわけです。観光地とか行ってワイワイしてるとそれダメね。それはやっぱね、人々の反感買うんで、ここで注意しないといけないのは、今休み期間じゃないないですか、多分、休み期間なんで、はい、人もたくさんいるかもしれないと。あ、だからサービスエリアでやったとしても、そう、なるほど、なので、そう簡単にはSAにも降りられない。SAにも行けない。今回は一応ルールとして、くじ引きで歩数を決めます。だからそれ3とか出たらもう3とか出たらまあ終わり。10歩100歩1000歩みたいなね、はいはいはい、1000ぐらいで、各々引いた歩数で行って帰ってくる。100行ってくるまで込みで、帰ってくるまで込みで100ジャストぐらいじゃん、マジで。そうね、50歩結構もう2って感じだと思うけど、まあ、こんな感じのルールで、やっていきたいと思います。メキタパスボーイズエクスパーサー。俺は、まあ石川方面行く、まあ、石川方面行くか、あの行くにしても、あの東行くにしても、確かに行ったことないとこ行きたいから、長野とかの、長野かいただけたら、罰ゲームみたいなさ、企画のさ、なぜ我々がその招集されたのいつもいやいやいや、罰ゲームじゃないよこの企画、むっちゃ楽しいやん。楽しいよ。何かを検証してるわけ、これ。それは、いや、それはお前のことが好きやからよ。じゃあお前と24時間一緒にいたいからね。そう、それを少しでも楽しもうっていうスパイスじゃんけ、お前。わかる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 。そんなこともわからんのか、お前。わざわざ2人でやってたら24時間一緒おらんやろ、ほんまに。そしたら、運が悪かったらさ、そのトイレもさせてもらえへんわけでしょ、場合によって。いや、まあまあ、場合によったらね、場合によって。この車もな。いや、まあまあまあ、その、まあ、まあ、この車臭いからいいよ、まあまあ。はい、乗りました。高速道路でございます。11時28分、吹田インターチェンジから高速初乗車ということで、ここからね、こっから24時間、こっから24時間、だから明日の11時28分。はい、来ましたね。金と時間を捨てただけ。でもその時間と金のと等価交換で思い出を手に入れる。思い出、人生で、思い出、思い出、究極の時間かけて思い出手に入れるから。人生って結局生まれて死ぬから、それもヘスの法則。それ考えたヘスの法則。だから生きるって、だ生まれてから死ぬまでの間、経路には寄らへんから、経路に寄らない、経路に寄らへんから。はい、大津サービスエリアです。本日最初の SA でございます。いうところなんですけども、ここで第1回デュエルディスク。あ、これそのために作ってたのね、はい、まずソロかチームかっていうのがまずあるんですね。あ、ソロかチームか。それです、ソロの場合は全員別々の歩数。なるほど。1人1枚引きます。チームの場合は全員で1枚引いて、同じ全員同じです。なるほど。1回目の引きです。
はい、1回目の引き、せーの、ほい。おいチームプレイでございます。まあまあまあ仲良し仲良し、はい、仲良しアホや、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 はい、次、個数カードです。はい、個数カード、まあ一回手作り、これ大事よ、これ大事大事、こっちが大事よ、これだって今ね、ここなんで、それも温泉、あ、トイレまで結構でもかかりそうなのね、でもこれ。はい、ストップって言ってください。ストップ。はい。これマジで、でもここご飯食えんかったら結構きついよ。俺朝ご飯も食べてないもんだって。ねえねえ。何？あ、何？700歩。あ、100か。100。すごいよ。優秀この選択。優秀これ優秀。めちゃくちゃ優秀。優秀優秀優秀。間違えた、ああ間違えた、ジュエルズしか使ってない。ジュエルズしか使ってないね。でもう一回です、ちょっと上の不適合やから、その代わり、その代わり、その上の不適合、その代わり、その代わり300歩と300歩、100歩、これ2個入れるんで、シャッフルしてるから、シャッフルしてるから、お前じゃ取りに行けんよ。せーの、ドロー。ジュエル、ナナさん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 、結局さ、結局さ、YouTube 大好きじゃん。動画とかどういうか、トリガーそうしてる。じゃあ、じゃあ、じゃあ、こっから10分、一旦挑戦する。まあまあまあ、ただちょっと、この警備員にちょっとおんぶしてもらうとか。あ、おんぶ制度ね。それはあり、それはあり、オンブズマン制度ある、ね、オンブズマン制度、それはあり、だから2人1組にやって、1人はびらオンブすれば倍数、そうそうそう、それはそう、なるほど。ただ比較的ない、じゃあマジックカードもあるんで、これでなんかもしそのいい効果が足されるみたいなカードもあるかもしれんから、どこ引いてもいいよ。え、そうさ、まあ、いいカードはあるんやけどさ、悪いの、悪いのもまあある。あいつやっぱ、やっぱ分かってない、こいつ、あの欲しいコメント分かってない。カット&シャッフー、なになになに、あ、ランダムウォーク、一歩歩くごとに右に90度返す。だるすぎ、だるすぎ。お前持ってんな、お前マジで。お前しかもさ、俺車の周りをぐるぐる回るだけとか、だから一歩歩くごとに90度回転するから、まあ同じとこずっと、まあ、4歩でいい。まあ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 、まあ、それでは10歩ね、10歩ランダムウォーク、はい、せーので、1、はい、右にぐるっと90度、せーの、1、はい、右に、はい、ぐるっと90度、はい、1、はい、10、はい、10、はい、このまま、はい、このまま車に帰ってください。じゃあ、草津サービスエリア行きますか、はい、というわけで、大津サービスエリア無事制覇ということです。出てないからね。じゃあ行きます。出たよ、あと8キロで次の SA 作る、うん、でも SA は何個やってもいいから、何個やってもいいから、いやいや、また10歩あるからもう全然それは何歳に、多分逆にポジティブで考えて100引いた時にこのランダムウォーク引いたら地獄やってる。確かに確かに。マサラさんにちょっと出ましょう、マサラさんに電話しよう、誰かスピーカーでちょっと使いました。じゃあちょっとマサラタウンさんに電話します。あいつって今何時、あっち、あ、すぐ出た、もしもーし、もしもし、もしもし、もしもし、うわ、今日の企画って何やってるんやっけ、今企画の一応、いや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 、お前お前が一番クソなんや、クソ企画とか言うなって、お前、お前今から運命のツードロー、今から運命の、今から運命のツードロー、今から今から運命のツードロー目するんで、ちょっとじゃあ見といてください。じゃあちょっと結構これチャンス、これチャンス、これチャンス、結構その食うとこ近いから、食うとこもトイレもそれなりに近いから、100出たら絶対いけると、100出たらかなり、かなり近い。じゃあまずゾサンダーのどっちか好きな方、はい、どっちですか、ソロ、ソロプレイです。いや、みんな聞かなあかんねん。はい、じゃあ皆さんお待ちかね、はい、じゃあ1枚目ドロー、いきます、せーの、ほらウェアラブに入ってるから、はい、1枚、あ、引くときね、みんなドローって言ってくださいね。あ、分かりました、ドロー、ドロー、ドロー、はい、ドローって言ってくださいね。
ドロラナさんは、ラナさんはトイレ行きたいから一番この企画に真剣現時点ではね。せーので、ピッ、よし、お、何本、俺1000、50、今回10本いい品。おー、50あったら正直最低でもなんかできる。とりあえずでも行動できるだけ同じにしたいんで、とりあえずトイレ、みんなでトイレ、みんなでトイレ行こう、みんなでトイレ行こう。それはもうツレーションとりあえずトイレ行こう。とりあえず俺50歩なんで頑張ります。じゃあ今だ、せーの、50歩しいよ。19 20、待って、これオフかやろ。あと、もうすぐ折り返しです。俺らも帰るんで、あとはちょっとカメラ任せます。はい、じゃあ帰るか。せーの、20のぐらい。じゃあ、あいつらが帰るのを見よう。ありまして、あいつら、キモ。キモ。いい大人がやるとひどいね。我々はゆったりと飯を食べるという一緒に旅してる感ないけどね、これは。ただ お弁当買ってあげたんで、やつらもうすぐね、これおでん食べてね、聞かれると思うんですけど、あいつら何してんねんよな、ほんま。あいうえおかきくけこおお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 なんと僕らに差し入れをくれたということで、めっちゃうまそう。ちょっといただきますか。3人分しかないから、多分あいつらの中で食うんだ、多分。そうだろ。いただきます。お仕置き来週もちょうまっ。いや、飯食ってねえよ。うまい、めっちゃうまい。あいつなんか無理やり歩数消費しようとしてる。あいつあいつここでなんか残りの本数しょ。あいつアップ始めよった。あいつアップ始めとる。あいつきっしょ。はい、じゃあご飯もね、食ったんで、次のとこに行きたいと思います。さっき危惧してたのは、せっかく温泉あるとこ行っても歩数が10歩なら温泉入れない。それは許してくれ。そうや、あのさ、温泉はマジでみんなで1000歩獲得したいわけで。も温泉の中で1000歩結構切る。なんかあの温泉の中をどう見るかみたいな。あ、北陸道って書いてあったね、今。あ、北陸道言いますか。北陸道どっちや、こっち。これ左じゃん、これで言うと。はい、ネーク t ということで、エクスパーサタガに来ました。なんか弱い、ちっちゃくね。あれ、こんなもん。あれ、これエクスパーサじゃなくない。エクスパーサじゃないな。エクスパーサじゃなくない、これ。はい、じゃあ僕引きます。はい、まあ、チームかソロか。ピッ、チームやな。チームプレイでございます。仲良し仲良し。それ今だから。仲良し仲良し仲良しであることを仲良しといてアピールするという怖さ。でも、てなるとポケモン、もう呆れてるもん。もう呆れてるもん。もうあんま、遊ぼうや、ちゃんと。もうええよみたいな。ちゃんと遊ぼうや。え、大人になったの、村田さん一番、もしかして。お前一番子供みたいな顔しとるやないか。ポケモンカードで引いたポケモンの HP、 せめてハイパーレア出たら2倍とか、なんかそういうのない。例えばあ、レア度ね。レア度、なんかこれさ、なんかアルティメットレアみたいなのあんで、万が一それ出たらちょっと追加っていいです、さすがに。ドロー、ピチキ、お、ゼクラム HP。 あ、しかもこれレアじゃん。レアあ、レアや、キラ260や、キラすげー。とりあえず、ゼクロム HP130 でキラなんで、2倍の260歩、今からみんなで歩いていきたいと思います。せーの、1、2、3、4。ソフトクリーム食いたい。これあるわ、めっちゃうまそう。夕張メロンある、ほんまに。これそれはうまい。これ絶対美味しいでしょ、これ絶対うまい。いただきます。その手渡しでも渡してくれへん感じ。あ、いや、ほんとやっぱ寂しいよ。全然伸べへん。ちょっといいソファー座ってるなと思いました。だってさ、あのさ、あれやからね、お前、九州旅行の金払うお前だけ払ってないから、ね、マジでマジでマジで。おい、それは払わない。それは払わ、マイナス100歩ぐらいとかなんか、それ。それはやばい。マイナス100歩だからな。それはありに。は
じゃあ、あの電眼の方のサイン求めてたんちゃう。あそっちで、そうあのおっちゃんが、あのおっちゃんがそしたらあれ微分できるかどうか結構大事だけど、あのおっちゃんがあのおっちゃんだから、あの三角関数の微分とか微分の定義か証明できるかっていうのは結構俺見てるけど、そういうとこどうやって見せるか温泉がある。来ましたー。今ね、石川県の特密、海よ、もう海。サービスエリアというか、海に来たよーってかね。海で行けます。結構曇ってんのよ。残念なことにね、日本海しけてんな。歩数。歩数なんよな。ここで10とか出たらもう絶望する。絶望するね、もう本当にね。俺のターン、ドロー。魔法カード。チームプレイ発動。おーチームプレイかということで、今から次引かれるやつ全員に適用されます。いやはい、もうこれノーカットでうどときますよ、はい、ストップ、はい、ストップ、はい、いきます、はい、俺のターン、ドロー我々10歩であーやい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 や、ちょっと待って、ちょっと10歩でございます。魔法カード引こうぜ、魔法カードお前もうどうにか辻褄合わせて500歩とかにしたいだけっていうドロー魔法カード魔法カード敵の砂時の砂時の砂カードを引き直せる。やった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 やいや50歩でーす。あートイレは行けるな。トイレは行きたい。トイレは行ける、トイレは行ける。はい、というわけで、ここからね、ここから50歩ね。目標はトイレ行ってちょっと展望台行きたいな、俺的に。その方向に夕日が落ちるらしい。なるほどね。夕日の時はこの方向。そう41。これ結構42。風呂入りたいな。出てた、入りたいな。風呂ってちなみにこの次どこまで行かなかった、ここで入れんかった場合。いやだから次どういうルート取るかに。何してんの？いや、まあ、ゼロ本になったから。頭悪いけど。ありがとうございます。嬉しい。おお、耐えた。ということで、今からあまりにも日本のサービスエリアには温泉がないということが発覚して、意外にさっき僕が10歩引いたことがどれだけ先般なのかということ。さてとさてと、ここがでかいよ。こここれでランダムウォークとか引いたら発狂するでしょ。吹きそうになった。いいコメントするやん。はい、というわけでこれで、ね、上花っていうね、そう上花、これ多分ね、富山県ですね。まだ富山県のサービスエリア、上花サービスエリアというところに来たんですけども、はい、また安定のね、こちらやっていきたいと思います。こちらの良さはですね、温泉があります。お温泉があります、ね、絶対だ。もうここで入らんかったら、ちなみに入る場所ないです。待ってたシャッフォー。これで、はい、それでは発表、せーの、ほい、なに4対1。つまり構図がなんと4対1。1人行動対4人行動になります。バリだるい。寂しい。バリだるいやん、それ。しかも温泉の時1人行動と4人行動結構だるい。兄さんにしてくれ、せめて。最初はグーじゃんけんほい。そっちやったか、はい、そっちやったか。しまへるさん、ソロプレイでございます。もう別にだから何みたいな感じだよ。まあまあだから何みたいな感じ。別にまあ寂しかったら別に LINE で別にビデオ通話しながらでもいいから。別に同じルート歩いてもいい。寂しかったら。しかも例えばあの食事屋に2組とも行くってなった場合、4と1でとか言わなあかんから。まあでもいい、何でもいい。まあさあかんで、あんまり変なことしたらあかんで。ちゃんとやって、はい、ちゃんとやって。じゃあ俺はちゃんと、俺はいつも先生どうぞ。お前らにモテ合わせまれてるだけで、俺はいつも先生どうぞ。マジでちゃんとやって。一番いいんだけど、これ、まあ、この曲一番大事な場面やで、これ。はい、ほんまに。俺も風呂入りたいよ。はい、じゃあ4人チームの、ドローです。せーの、ドロー。おっ300歩です。よし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 。まあ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 不自由なく、まあ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 、まあまあ、でかいいいなところよ。せーの、ドロー。はい、5 50歩でーす。おい、
何もできません。まあでも、まあ、でも我々はもう知っています。50歩がいかに無価値なのかを。ウィンドサーフィン。はい、魔法カードタイム。ね、これにします。はい。ドロー。お、これ多分まだ出てないカード出ました。まだ出てないカード。新規カード。え、魔法カード発動。お、光陰矢のごとし。お、引いた歩数の分だけ時間を止めて歩ける。どういうこと？つまり我々は300分無制限に行動できます。時間、なるほど、分数だけ。引いた歩数の分数だけ時間を止めて歩ける。時間が止まったら歩けるの。何でもできるってこと。そうだからもう俺らもう言うてこの時点で5時間はもう行動自由なわけ。やば。ドロー。ランダムウォークではなさそうその反応。文章が長いし。読みましょうか。魔法カード。友情、友情。最近お前がハマってるやつね。相手に握手を求め、相手が握手に応じたら歩数の輪の平均値で移動可能。これもしかして握手を応じたら飛んだ茶番説ある。握手を応じたらもしかして2時間半じゃない。そういうこと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 、そういうこと。うちの代表が OK したら我々当分でもう何事もなかったかのように音声を楽しみます。さあ最高やから最高やろ。問題は問題は最高なんですよね。困るよ。いやでもとりあえずシマヘルから握手、ラナーさんお願いしますって言って、ぜひとも私と握手をしていただけないでしょうか。あはは、仲良し。続いて我々がやってきたサービスエリアはこちら、アリー疎開サービスエリアということです。というわけでこちら富山のブラックラーメンでございます。ブラックラーメンでございます。お前何これ、豚の照り焼き。分からない、豚の多分そんな感じのやつ見てんけど、あの瞬間は富山に入って、糸魚川の方に向かってるという感じなんですけども、なのででも、ね、どうするかっつうと、この世には魔法カード、伝説の魔法カード、天使の飛翔というマジックカードがありまして、はい、これは6時間下界に降りれるというマジックカードがあるんですよ。6時間も降りたらもう高速道路24時間生活っていう。しかも歩数制限なしで自由に6時間移動できるっていうマジックカード。それもはやもうすごいな、旅行やな。はい、なるほど。道の駅やらいというね、ところに来ております。ハイウェイオアシス行く。あ、まあいいか。剣士の秘境を聞きたいんで、とりあえずダッシュダッシュ。お腹痛い、お腹痛い、しない。じゃあこれで引いていただくんで、ここはもうね、軽くトイレと自販機ぐらいしかないんで、もう何でも引いてください。はい、はい、N4。 あ、ここで N4。 ここで N4 です。我 N4 行ってきていい？はい、どうぞ。いいよ。我 N4 行ってきましゅ。お腹痛い、死にそう。食いすぎやねん。お、今帰ってきた。さあ、なんと堂々とした足取りで暴飲暴食を繰り返した電眼が今トイレから復帰を果たしました。先ほどのサービスエリアで暴飲暴食をされていたという噂があるんですけども、まあでも君たちが黒いラーメンを食べた、うん、そこに答えはあるんじゃないのかな。サービスエリアのご当地グルメ的なさ、そういう企画にしてくればよかった。ラナーさん一個だけちょっと言っていい？僕 LINE で企画言ったよね。そうよ、あなたたちはこの企画に同意したわけだ。そう、確かに見たけど、ここまで悲惨なものとは思ってなかった。あれ、そう、コンセプトアウトしてる。まさかそれだけで本当に24時間埋めるとは思ってなかったから。疲れた、レストラン空いてるで。諏訪湖のサービスエリアに来ました。でも皆さん、こちらに今諏訪湖が目の前にあるんですけども、どちらかというと S っていう風潮にあるやん。まあ、強めに出たいというなんか思い。それクソダサくない？本当に本当に
俺 S やで。めちゃダサいと思う。 M ってさ、 M と S と M ってさ、ちょっとさ対極すぎてさ、どっちですかって言われて適してないと思う。正味な話、どっち正直人間というのを2種類に対別してるから、どっちにも属さないやつが多すぎて、そんなデジタルな話じゃない。そう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 、イオン化傾向ぐらいの具体で、確かにイオン化傾向で言うとどこどこですぐらいがいい。イオン化傾向でカリウムと金しかない状態だよこれ。デジタルってお前マグネシウムだよみたいな、お前カリウムにつくかお前金につくかどっちやって言われたらさ、わし真ん中やでって感じやマグネシウムとかカリウムからしたらわし真ん中やでって感じや。それ結構あれよくない。その時になぜかみんな金って言っちゃう。そうそうそう、その時になぜかみんな金って言っちゃう。そう、はい、ということでなんとそのまま車中泊しました。今時刻はなんともう8時。気づけば8時ということで、なんとこの6時間半ぐらい諏訪湖サービスエリアにバリ出た。あと1時半ぐらいやったよね、確かに。そんな早かったっけ。俺でも俺最後に時間見たの3時半やった。あ、そんな起きすぎ。帰るか。帰りましょう。別にどっかのサービスエリアでうまいもん食って帰ろう。確かに。まあでも文字通りでも普通にまあ24時間ちゃんと高速道路の上にいたんで、そう結局いた宣言通り。昨日の話は続きやけど急にそれ病気一発目からそれ元気すぎるやろ。レスが良かったあったな。それは言わなくてもあったけど、もう一個話すのですどういうこと。この忘れといてどうせロックな話SM4 が結構になるって話。続きがマッチングアプリしたいから。あ、そうそう言ってたわ。あなたはカリウムです。じゃあなんか質問いろいろ答えていったらパーって出てきた。あなたはカリウムです。それカリウムやったらヒント付き合うのが一番良いけど、金の斧の銀の斧みたいな感じで S と M が出てくる。どこですか。ここはタです。めっちゃ帰ってきたよ。連絡一回も結構。はい、というわけで現在時刻12時24時間高速道路生活おしまいでーす。お疲れ様でした。後半チャンネル主2人が失踪する。謎の失踪を遂げる。主人公シマヘルにやってたけど。まあ一旦企画はねこれで終わりなんで、はい、君らはもう歩数から解放される。解放されます。うーん、熱い。あー終わる。それでかい。ここのエクスパーさんは自由にできるのか。当エクスパーさんではもう自由に遊び回ってくださった結構です。おお、はい、2時間寝たというわけで本日の企画はここまでです。バイバーイ。それでは皆さん残り良いお盆生活を。さよならー。